はい、今日はこの間の動画で言ってたこのフリフリソース、カルディのね、これを使って吉野家風牛丼作っていきます。いらっしゃいませ。みーちゃんもここあっていいよ。みーちゃんです。こちらです。ゆちゃんが来ました。もうお姉ちゃんです。今日はそのフリフリソースで吉野家が作れるみたいなあのレシピが書いてるやつを見ながらやっていきます。玉ねぎ2分の1個って書いてる、1/2個、これを普通に切っていく。ほんでフリフリソースを入れて沸騰させるって書いてる。フリフリソースを2分の1カップやって、フリフリソース2分の1をお鍋に入れる。で水も2分の1やって、同じ量を入れて煮込めばいいってことやな。で沸騰させる。で牛肉が 250g って書いてんねんけど、ちょっともう 250g って何って感じやから、ちょっともう適当に入れます。牛肉測ったことないし、ね、いつも適当やしいいよね。ちょっと失敗したらすみません。ほんまに吉野家なんのかな。いや私でも吉野家食べたことがないから分からんけど、でもこの匂いを嗅いでる感じではなんかほんまに生姜焼きの匂いする。生姜がたっぷり入ってんのかな。あ、沸騰してきたんでお肉入れていきます。お肉を1枚ずつ入れるって書いてるな。で牛肉を入れ、1枚ずつ入れて火が通るまで中火で 4、5 分煮るって書いてる。こんなん沸騰したさタレの中に入れてさ、火が通るまで 4、5 分って 4、5 分もかからんくない？え、すぐ色変わってるけど、もうなんかもう火通ってるけど、もうなんならもう今もう今 now もう火通ってるけど 4、5 分もかかって、 4、5 分でも煮ろよってことなんかな。味をしますために煮ろよみたいな。 4、5 分待ちましょうか。ほんならで、このボウルになんか一回取り出すらしい。 4、5 分煮込んだら一回取り出す、取り出すって書いてる。ほんでここにこの切った玉ねぎを7、8分煮込むんやって。なんかこのまま肉を入れて一緒に煮込むとお肉が硬くなっちゃうらしいから一回取り出すって書いてる。7、8分煮るって書いてるからタイマー7、8分まで待ちます。チャンネル登録してよね。もうすることないけどな。え、しゃべるえ、しゃべる。だってもうそういうことないもん。7、8分あとただただ待つだけ。今日はね、あやが修学旅行、昨日修学旅行行ってんけど今日帰ってきました。さっきお迎え行ってきて学校までね、雨も降ってたし迎えに行って、ゆっちゃん嬉しそう。いつもやっぱりご飯食べた後とかあやが遊んでくれるから、結構同じ目線になって遊んでくれるから、昨日夜おらんかったからまあ寂しそうやったねだからあやが帰ってきて嬉しそうです。お土産もゆっちゃん用にとか買ってきてくれてて、そうお金こんだけ余ったよって全部使わずに、もうそれじゃあお小遣いにしって言って。あやは初めて広島のお好み焼きを食べたみたいですごい美味しかったって言ってました。今日のお昼ご飯何食べたん？お好み焼き食べてめっちゃ美味しかってんって言うから、焼きそば入っとったやろって言って、なんで知ってんのとか言って、知ってるよ、広島焼きっていうのは焼きそばが入ってんねんって言うてて、
美味しいですよね、広島焼きね。私も大好き。あれが関西で食べたモダン焼きっていうのかな。広島は私も結構何回か行ってて、一番行ってるんちゃうかな、多分。小学校の時の修学旅行はもちろん私も広島やったし、大人になってからも原爆ドームもう一回改めて行ったし、でウーバーワールドの、私めっちゃウーバーワールド好きなんですけど、ウーバーワールドのライブとかでも広島、福島市とか行ったし、広島はね、好きです。あと名古屋、愛知県かも好き、あのうなぎ愛知県、名古屋に行った時は絶対熱田、熱田ってあるやんか、名古屋の熱田何、なんとか県、あそこのうなぎが大好きです。ひつまぶし、パパとも行きました。またみんなで行きたい。でもなんかゆっちゃんとかみんな連れて全国いろいろ行きたい。頑張って飛行機乗る、怖いねんな。めっちゃあの力むもん、力む力むあの離陸と着陸怖いねん。ゆっちゃんち、はい、じゃあ7、8分玉ねぎ煮込んだので、玉ねぎが透明になったら牛肉を戻してさっと煮るって書いてる。さっと煮て、これで牛肉の具は完成。あとはご飯にのせるだけって書いてます。こんな感じ、これをご飯にのせてひなのに出してみたいと思います。いただきます。多い？大丈夫？うん、うん、どう？うん、吉野家、うん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 、ほんま、うん、そのまんま吉野家、ご飯の味っていうが吉野家の味に似てる。え、吉野家まんまの味になってる？近い、完全に、うん、美味しい味は、うん、うーん、めっちゃ美味しい。なんかちょっと生姜の焼きの匂いせえへん？うん、するよな、うん、ママも作っとって思っとってん、生姜焼きの匂いするなって。めっちゃ美味しい。うん、あ、ハフハフなるやつ、うまっ。リピートは？はい、めっちゃあり。まあ、パパに今日はあのフリフリソースでひなのに吉野家風の牛丼作んねんとか言ってて、めっちゃいいやんって言っててな、うん、でもしひなのがめっちゃ美味しいって言われたら帰ってきた時作るわって言ってたから、うまい、これは絶対作った方がいい、パパにも、うん、まっすぐ作って届けてあげた、まっすぐ作って届けてあげた。これ梅干しとこれ合うんかな。グー、バジル合う。